長坂健也は神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手。宇藤右内ち。本名は健治だが2005年に登録名を健也へ変更。現在は東北楽天ゴールデンイーグルスのブルーペン保守を務めている。横浜市立横浜商業高等学校から横浜商科大学を経て日本 IBM 安に入社。鉄砲型で有名、特に 中村康弘とバッテリーを組み、滋賀県の社会人野球ではほぼ無敵の強さを誇っていた。2001年秋に行われた大阪近鉄バファローズと日本 IBM 安トのプロアーマー交流戦で当時ウエスタンリーグ2年連続盗塁王だった森谷明人の盗塁王に回差し、2軍ベンチとネット裏のスカウトを驚かせた。近鉄は予定にはなかったが急遽長坂を ドラフト指名リストに入れ、長坂は、同年のドラフト会議で近鉄から8巡目指名を受けた。日本 IBM 安が排出した最初のプロ野球選手である。2005年、球団合併、分配ドラフトを経て東北楽天ゴールデンイーグルス、A 席。保守陣が手薄な中、同2005年には自己最高の39試合に出場。 3月27日の開幕2試合目、楽天打線が、渡辺俊介に1位安打1死球と抑え込まれ26対0で、歴史的完封負けを喫した試合で、唯一の安打を放つ。本塁打が入りにくいと言われている、名古屋ドームでプロ初本塁打を放ったが、打撃の安定感がなく、2006年は一軍出場の機会に恵まれなかった。肩の強さがある反面、 早急の悪さと打撃全般に課題を残していた。2007年10月、球団から戦力外通告を受け、そのまま現役を引退。同年の周期キャンプより、ブルペン保守へ転身。ありがとうございます。